もう泳いでる人いる。今朝の8時です。朝のレンボン岩の海です。海がめちゃくちゃ綺麗。うわ冷た。レナ所長はまだ朝早くて、ね、寝てるね。朝早くて眠たいね。30分前に起きたからね。はい、ということで出発します。あそこのボートに乗っていきます。ちなみに今ここの島はレンボン岩っていう島に来ました。2日前にバリの本島からスピードボートに乗って30分でレンボン岩っていう島に来ました。ということで今日はシュノーケリングに行きたいと思います。よいしょ。はいって言われたよ。たくさんの人が乗ってきて、多分8人ぐらいしか座れる席がなくて、座れない人はあの端っこに、多分ここにお尻をつけて座っていく感じかな。出発。信じられんぐらい水が綺麗、うん、めちゃくちゃ透明。今日クリスタルクリアな。着きました。ピンもらいました。ということでここでまず一回ドボンします。なんかいろんなボートがいっぱいいるから20席ぐらい集まってる。ここに波もまあまあ高いけど、こんな中でやるんだね。大丈夫かな、溺れないかな。どうでした？見えた。めっちゃ近くにいたね。上からここから見えるもんね、マンタが。お水飲んだ。マンタと引き換えにお水飲みましたね。ここね、みんなマンタを追いかけてるシュノーケリンググループ。さっきね20分ぐらいも俺も潜ってたんだけど、イカも見えずに体力切れました。2つ目のスポット着きました。レナ準備満タン。さよならレナさん。いやめっちゃ綺麗。綺麗魚がいる。すごいブルーだよ。はぁ、疲れましたね。魚もいるし、水も透き通ってるし、波もないし、最高。疲れた。3つ目のスポット着きました。おお、もう飛び込んでるよ。みんな準備満タン。俺が押してあげようか。うお、波高っ。波高け。おお、ナイスジャンプ。まだジャンプしていいよと言ってなかったよ。寒いね、日が落ちたら。またホテルに戻ってきました。3時間シュノーケリングツアーでした。降りる時が一番危ないかもしれない。いいタイミングで降りたね。波が来た。うおー冷た。はい、ホテル戻ってきました。一旦ここでプールドボンして、体きれいにして部屋に戻ろうかなと思います。一旦部屋戻ってシャワー浴びようと思います。私たちの部屋、うわ暑いね。集荷が。ちなみにね、部屋にねプールついてます。あ、ここで入ればよかったね。プール、簡単に部屋の紹介しときますか。でかいベッド、あれが浮いてるよ。これね、上から吊るしてるんだよね。すごいよね、ワイヤーで。ソファ、ソファ、まあ、荷物置きって感じ。お菓子置き、お菓子。そうそう。で、ここは冷蔵庫。ここはタカのビンタンビール、ビンタンビール。バリで、インドネシアで有名なビンタンビールね。で、意外とデスクと椅子もあるし、なんか狭いけど、いろんなこう小さいスペースを作ってあるの、ね、頭よ。すごいよ。めちゃめちゃ広いお風呂だよ。こっちね。5人ぐらいで入っても大丈夫なお風呂。洗面台と、うん、おしゃれだよ。トイレ。TOTOのトイレ。TOTOのトイレ。TOTOのトイレ。お、日本から輸入した TOTOのトイレ。
ウォシュレットはなし。ウォシュレットなし。もうこの朝起きてあのプールに飛び込めるのが最高。夜にここに戻るときに一回ここのプールに入ってからここでゆっくりするのが一番いい。そう。ということでお腹減ったから昼ご飯食べに行きましょう。朝ご飯昼ご飯かな、ブランチかな。ブランチ。バイク？バイク行く？ちなみにこのホテルねめちゃくちゃでかい。信じられないぐらいでかいから迷子になる。ちなみにレンボン岩はねそんなに大きい島じゃないから渋滞も起きないし車もあんまり走ってなくて、このレンボン岩の島の中ではバイク移動です。ちょっと大きめのバイク、あ、ここよかったね、取られてなくて。やるんじゃないかな。この軽トラが俺らのバイクガガガガガってぶつけていきましたよ。運転手何も気にしてないよ、もうそういうのんびりとしたところ。では乗ってください、後ろ行きましょう。右。うわー気持ちいい。バリエ飲み物来ました。レモネード、なんかレモネードの色じゃないよね、アボカドジュースみたいな色だね。どうした、おばあちゃんみたいなセリフ。飲んでみて。スパイ、ちょスパイ。あ、そうなの。美味しいよ、美味しいけど酸っぱ。海の味がする。海の味はしたいよ。あ、なんかミントも入ってるね、これの麺は。あ、それがヘルシーじゃないよ。来た、チョコレートスムージーボール。これは一番アンヘルシーなスムージーボールだろうね。いいんじゃない、今日めちゃくちゃついてるし、朝すごい泳いだからいいんじゃない、カロリー超消費したよ、うん、ココナッツとブラウニーとバナナとグラノーラとあとチョコレートソース、うん、甘そうだね本当に。うん、これ最高。あ、ステアフライも来た。これチャーハンって感じ、日本で言うと。いろいろ入ってるよ。でもうまそうだけどね。野菜とパイナップルと、うん、アボカドトースト来ました、うん、これ俺が食べたかったやつ。スクランブルエッグとアボカドと卵、うん、食べ終わりましたのでここから一回帰ってゆっくりしたいと思います。マッサージに来ました。毎日やろうとしてるそうだね、昨日もやりました。携帯を貸してください。はい、行ってらっしゃい、はい、あ、めっちゃ気持ちよかったよ。私の肌を触って。俺バリマッサージ、幸せな1時間でした。幸せの90分にしようと明日も予約しました。今からちょっとスーパーに行って3セットも来るから早くしないと。ちょうど3セットですね。ちょっと海岸まで出てみますか。わあ、めっちゃ綺麗。社長、完璧なタイミングだったね。頼んでましたね、うん、俺が財布持ってるのにどうやって頼んだの。ルームにチャージしたの。5分ぐらいで日が沈みます。日が落ちたのでここからディナーに行きたいと思います。この崖の上におしゃれなのがあるらしい。 あっちの崖の上まで行くってこと。ああ、じゃあバイクですね。そう、バイク探してあげた。優しい。違うよ、高いレストランを探したよそういう女だよ。お、ここで止めるしかないよ、もう階段だよ。わお、本当だ。じゃあここで止めた後歩いていきますか。そういう感じなんじゃない。着きました、ザ・デック。超雰囲気いいよ。ハロー。乾杯。乾杯。
パパイヤロール、うん、美味しい、うん、ちょっと味付け足りないな。場所変えてきました。今バイクでまたホテルまで戻ってきて、ホテルの横のすっごい美味しいレストラン、ここは一番のおすすめ。これ名前なんだろうね。ジンジャー&ジャムっていうレストラン。このウォーターメロンジュースね、 100% ウォーターメロン、スイカ、スイカ食べてるみたい。このピッツァ美味しそうだね。なんか丸いピザが出てくると思ったら2スライスのピザだ。ピザだじゃないし。でこっちがファラフェルボール。またさらに美味しそうに見える。ブラウンライスがあって、カリフラワーと、これがファラフェルだよ。ファラフェルって何？なんか中の大豆で作った。あ、そうなの。揚げたもの。へえ。あ、本当だ。なんか肉団子だけど野菜団子みたいな感じかな。またピッツァ。うん、ピザじゃない。これピザじゃないの？何？絶対にピザじゃないけど美味しい。ピッツァって書いてある。バリ風ピザなんじゃない？うん、スイートポテトフライ、うん。ちょっと辛い感じに仕上げたよ。こっちが辛いんじゃない？このソースが。いや、これも辛いよ。え、スイートポテトなのに？うん、チリパウダー。辛い。だいぶ辛い。おお。どんどん来るよ。ということで。ホテル帰ってきました。はい、ということで帰りにコンビニでビンタン4本買ってきました。これがね、ビンタンの普通のピルスナー、こっちがね、ラドラーって言ってレモネードとビンタンの普通のビールの混ぜたもの。これがね、すっごい甘くて美味しい。ではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。